お元気ですか、ボクシムです。今回は2024チームジャパンオフィシャルトレーニングカードの開封動画でございます。こちらは1パック5枚入り、1ボックス18パック入りなので、9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パックやっていきたいと思います。はい、それでは前編の9パックやっていきたいと思います。それではね、いきたいと思います。まずは前編の1パックでございます。これはリュージュの小林誠也選手でございます。これはフィギュアスケートの小松原美里選手でございます。ジャンプの斉藤弘也選手でございます。で、これは三浦璃選手でございます。フィギュアスケートでございます。カードでございます。で、スピードスケートの菊池彩香選手でございます。2袋目でございます。カーリングの吉田ゆりか選手でございます。スピードスケートの田畑真希選手でございます。で、スキーノルディック複合の永井秀明選手でございます。で、スペートフギアスケートでスケートスピードスケートの菊池彩香選手の、こちらですね、銀色仕立てでございます。ちょっとね、斜めになってるわけはですね、ちょっと私の顔が映ってしまうのでね、その辺はご了承ください。で、こちらね、CR は入っておりませんのでご了承ください。バイアスロンの、これは立崎美希人選手でございます。3袋目でございます。これはスキーノルディック複合の渡部義人選手でございます。渡部義人選手でございます。で、カーリングの鈴木優美選手でございます。スキージャンプの清水、これはレルヒ選手でございます。で、こちらですね、スキージャンプの斉藤弘也選手のこちら、まあ、カード出すいうヘッドっていう感じでしょうかね。こちらがですね、60シリでございます。はい、続けていきます。スピードスケートの佐藤綾乃選手でございます。ちなみにね、いとこにはね、プロ野球選手でございます。ちょっとずれましたね、失礼いたしました。4袋目でございます。カーリングの吉田知那美選手でございます。これはフィギュア、ごめんなさい、スケートフィギュアスケートの小松原健選手でございます。噛んじゃってすいません。スキージャンプの笠井紀明選手でございます。で、森重航選手でございます。スピードスケートの選手のカードでございます。はい、ちょっと鏡がね映ってしまいました、失礼いたしました。はい、続けていきます。これ高木美帆選手、スケート
スピードスケートの選手でございます。5袋目でございます。これはスケートフィギュアスケートの宮原さと子選手でございます。このスキー、アルペンの皆川健太郎選手でございます。でこちら、小池しおり選手ですね。これアイスホッケーの選手でございます。でこちらがですね、これ30シリでございます。坂橋大輔選手スケートフィギュアスケートの選手でございます。で藤本奈々選手、アイスホッケーでございます。6袋目でございます。スケート、スピードスケートの、これ高木奈々選手でございます。スケートフィギュアスケートの木原雄一選手でございます。これはスキーノルディック複合の、渡部暁斗選手でございます。で、スケートの、坂本香織選手でございます。こちらでございます。はい、スケートの宇野昌磨選手でございます。7袋目でございます。スキージャンプの伊藤大輝選手でございます。カーリングの石崎琴美選手でございます。スピードスケートスピードスケートの加藤ジョージ選手でございます。アイスホッケーのこれ浮田瑠衣選手でございます。スキーフリースタイルの伊藤美希選手でございます。8袋目でございます。スキー、スノーボードの、竹内、智香選手でございます。スケート、スピードスケートの高木菜那選手でございます。スケートフィギュアスケートの木原雄一選手でございます。で小松原拓選手スケートフィギュアスケートのこちらで、こちら銀箔仕様でございます。でスケートフィギュアスケートの安藤美希選手でございます。で前編ラストの9パックやっていきたいと思います。これは、スケート、スピードスケートの森重航選手でございます。カーリングの吉田ちなみ選手でございます。でスキージャンプの小林、陽優選手でございます。こちらでございます。でアイスホッケーの大沢志保選手でございます。先ほどのね小林陽龍選手のカードはね銀箔仕様銀模様銀箔仕上げになっております。で最後はスキージャンプの船木和義選手でございます。はい、以上で2024チームジャパンオフィシャルトレーニングカード開封動画前編の9パックやっていきたいと思います。で後日ね、後編の9パックもやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。